私たちは世界で一番の声優になりたいのだわ。好きな色は水色、時田真子です。好きな色はベージュ、菊谷真央です。好きな色は白、渋谷空です。はい、はい、まこさんは水色着てますね。もちろん、ね、青が好きですよね。だいたい青いものが目につくタイプです、うんうんうん、なんで青が好きとかあります？なんで、幼稚園、あとね、小学校までスイミングスクールに通ってたんだけど、はいはいはい、あ、クロールで、クロール以降泳げなくて、平泳ぎ、背泳ぎ、はいはいはい、バタフライ全部できなくて、はいはい、やめたんだけど、クロールしか泳げなくてやめたタイプのスイミングスクール生だったんだけど、はいはい、クロールってあの息継ぎができるってことですか？あ、そう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 、すごい、それは泳げるんですか？クロールだけは泳げるから、じゃあ大丈夫そう、はいはい、平泳ぎになった瞬間にできなくなってやめたんだけど、なるほど、そうの、うん、それのプールの色がすっごく綺麗でっていうのから水色が好きになった。そう、なるほど。じゃあちっちゃい頃から好きだったんですね。あ、でもそう、ランドセルは赤だったので、小学校5、6年ぐらいの時に水色にしたいと思って親に交渉したんだけど、うん、ダメだった。さすがにもうダメですね。物持ちが良かったんだよね、私の。だからランドセルすっごい綺麗で、あ、ランドセルはじゃあダメだ、高いですよね、結構。そうだから赤で過ごしたんだけど、うん、本当は水色が、水色が良かったのはちょっとある。今ね、カラフルなランドセルいっぱいあって、そうですね、かわいいな、いいなって思いながら、さすがにね、今使うことはできないから、うん、心の内にしまってあるけど、うん、はい、私あのクロールもできないんですけど、私、うん、大丈夫大丈夫だよ私はあのスイミング習ってたんですけど、うん、1年でやめちゃって、うん、しかも小学校5年生の時に始めて、うん、で、あの、まあ、ちょっと飛び級して、あの、うん、下でも下の方から始めて、うん、バタ、そうですね、まあ、バタ足は飛び級したか、それで、あの、周りがやっぱちっちゃい人、うんうん、小学校低学年の子ばっかりだったんで、うんうん、もうすごい、なんでいるのみたいな感じに思われて、うん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 、お姉ちゃんはあの1級まで行ってもう1回下からやり直してるのとか聞かれて違うんだって言ってでも結局あのなんだっけ、クロールの前の、うん、背泳ぎ、ハイエーまでしか行けなかったですね、私は。え、それはできるの？背泳ぎはできます。すごい。顔が水に浸かってなければ泳げた。そうですね、息継ぎが全然ダメでした。いや、なんかすごいなって思います。クロールできるの、はい、いいの、泳げないです、うん、え、そうなの？泳げない。え、意外。え、意外、はい、なんか泳げどういうところで、うんうん、なんか泳げそうな、運動神経良さそうですよね、うんうん、習ってなくて、あ、うん、まあ、習っててもこうだから多分習ってても習ってなくても、うん、泳げる泳げないって多分差が出る。でもなんだろう、そういう海に投げられた時とか、そんな時あるな、やばいなって思いますね。あ、想像で想像で、あるじゃないですか、ドラマとかで。まあまあまあ、そうね、うんうん、不安ですそうだね、特殊ケースだからな、はい、息継ぎできないとね、ちょっと怖いよね、うん、それがやばい、はいはい、行きますよ、はい、私はベージュです。割と特殊かもしれない。確かに、行かないかも。でも私服とかめっちゃベージュ系の服着ちゃうんですよね。うん、うん、確かに。そう、ベージュとか茶色とか、うんそう、なんかやっぱあれですね、上京してきて、うんまあ、東京に住んで、うん、で、まあ、おしゃれなものとか見るじゃないですか、うん、それでやっぱり、あ、最近はベージュが流行ってるのかと思って、うん、で、まあ、私も似合ってるかもと思って、うん、そこからはもうベージュしか目に行かなくなって、あの服とか、まあ、全部ベージュばっかり、うん、マフラーもベージュだし、そういう淡い系が、本当に、うん、淡い系が好きですね私は。そうじゃ、なんだっけ、白、私白です。なんか雪が好きだから白。ああ、そう、なるほど。青森って雪降るか。降ってた、めっちゃ降ってたんだ、もう、うん、もう降ってた、でもまだ見てない、私、うん、あ、うん、
私もな東京だからな、うん、雪めったなことがないぐらい降らないんで、ね、そうですよね、確かに去年降ってないですよね東京。あれ降った、去年降った気がする、私のとこ降ってました。へえ、全然記憶ないな全然記憶にない、ぜひ東北にください。そうですね、ちょっとだからテンションちょっと上がる、あ見ないからめっちゃわかります、はい。うん、今月は私時田真子が仕切ります。はい、はい、お願いします、はい。このコーナーは声優もラジオも経験の浅い私たち3人が世界で一番の声優を目指していろんなことに挑戦していくコーナーです。はい、はい、今回はこちらをお送りします。フリートークもできるもん、くじ引きガチャトーク。わーイエーイ。はい、今回は月末恒例のガチャトーク、はい、私たちが普段どんなことをしてどんなことを考えて生活しているのか、ラジオに必須のスキルフリートークに磨きをかけていきたいと思います。はい、はいはい、今回も用意されている箱の中にはね、はい、私たち3人がそれぞれ話したいテーマを書いた紙が入ってます。はい、はいはい、ここから1枚を引いてそのテーマでみんなでね話していこうと思います。どんなテーマが出てくるかは運次第です。はい、もうドキドキ、楽しみ、ドキドキ、私の読まれてほしいなそれでは早速、そうなんだよね、そう、1枚引いてみましょう。はい、何がいいかな、にゃっ、いたお会計の時現金派キャッシュレス派。ああ、これはあの時田ですね。おお、早速読まれましたね。やった、早速まこさん、なんか笑っちゃった。あの私お会計の時現金派なんですよ。はいはいはい、で、うん、なんかキャッシュレスにするとしても、うん、はい、現金からチャージしてお会計をするんですよ。ああ、はいはい、はい、そうだから、うん、交通系とかですか。そう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 、でも基本現金で何でも払いたい派なの。うん、まあ、っていうのも、はい、クレジットカードを持ってないっていうのもあるんだけど、はいはいはい、だからなんかいろいろ支払いお金、んショッピングとか、はいはい、ネットで買う時も現金でコンビニ払いとか、あーなるほど、があるやつを、うん、極力選ぶんだけど、はいはいはい、ないのも、まあ、割とあるから、うんうん、そこはちょっとお母さんにすみませんって言って、うん、代わりに買ってもらって、うんうん、後々現金できっちりと返す、すみませんって言って返すんだけど、はいはい、だから2人はどうかなと思って渋谷はキャッシュレス派ですね。なんか前までは現金だったんですけど、うん、そのカードの楽さに気づいて、あクレジットカード、しかもポイント貯まるじゃないですか、あれ。そうだよね、それが良くて、そう、もうそこからずっとカードです。そう、私は。いや、それはすごいお得だと思う、うん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 、現金でも現金しか貯まらないのもあるのよ。あるんですか。ある、そうなんですか。物によってはあるから、はいはい、そうだから私現金から逃れられないっていうのもあるんだけどね。菊谷は、うん、菊谷もあれですね、あの現金派ですね、うん、はい、まずクレジットカードも持ってないし、うん、で、あの、まあ、ペイペイとかあるじゃないですか、コード決済、あれも、まあ、あのなんか銀行と連携しないといけないじゃないですか。確かに、うん、引き落とされるように、うん、その手続きがもうすごいめんどくさいから、うん、だったら現金でいいじゃんって思って、そうなんだよ。でもやっぱりあれですよね、なんかすごい下ろしてないと現金ない時にないってなるじゃないですか、うん、でそういう時になんかそういうペイペイとか、うん、なんかクレジットカードとか、うん、そういうのが使えたら支払えるけど、うん、一回下ろさないといけないっていうのが確かに手間だなとは思うんですけど、そうなんだからね、まあ、月初めに、ね、うん、使う分だけ出すんだけど、はい、現金、はい、でもなんか出しすぎてもそうなんですね、使っちゃうっていうね、うん、そうね、あね、だから最近ちょっとキャッシュレス多いなって、ちょっと現金派には辛い世の中はいはいはいです。なんかたまにあれですよね、あの、またアルバイトとかしてて思うのは、うん、なんか200円とか100何円のものをクレジットで買う人いるじゃないですか、うんうん、すごいそんなに現金が嫌なのかなって私思ってて、すごい、あれもポイント貯まるからなのか、うん、もう現金がないんじゃない、うん、その人は手元にないのか、うん、だからペイペイとかカードとかになる、うん、じゃないかな、わかんないけどそうね、最近スマホ一台で全部できちゃうから、ね、お会計が、ね、うん、しかもなんか財布持ってないかもしれない、なんだろう、現金
使えませんっていうお店が増えてきてるじゃないですか。確かに。そうなの。そう、セルフレジじゃないけど、カードとかペイペイだけとか。逆に私のバイト先はもうペイペイとかもコード決済がもう無理なんで。あ、もう毎回そうなんだ。無理です。もう無理だからすごい申し訳なくなります、ね、あ、そうなんですね。お互いペイペイやってなくてって言って、ね、すいませんって言わないといけない。そっか、うん、いや現金も、うん、キャッシュレス派も、うん、ちょっとお互い生きやすい世の中がもうちょっと、うん、もうちょっとできてほしいなってそうですね、あの時とか思いますね、はい、ちょっとコンビニ払いをちょっと増やしてほしいコンビニ払い、コンビニ払い、あ、でも手数料かかりますよねコンビニ払い。かかる、ね、あれもすごい現実味のある現実味のあるよし、じゃあしてしまった。次行きましょうか。はいはい、じゃーん、じゃんじゃんじゃん、私とかもしれない、折り方でわかるな、折り方が私かもしれない。おう、行きます。はいはい、行くなら過去未来。うわー、渋谷です。究極ですね、はい、行くなら過去未来。過去未来、そらちゃんは、そらちゃんの質問。私は過去です。あ、うん、その理由は、私はあの未来にも行きたかったんですけど、うんうんうん、未来に行って未来の自分を見たら変わるんじゃないかなと思って。あ、未来が、未来が変わってしまう、未来が変わってしまうんじゃないかなと思って、だったらもう曲げることができない過去を、うんうん、の楽しい過去を遠目で見たいなって感じ。遠目で、そうそう、変えないんだ。そう、変えない変えない、見るだけ。変えないんだ、うん、変えたら変わっちゃうかもしれないからそれもまた、でもそんなの見てどうなるの。見て、うん、あ、なんか、あ、そうか、そんな薄いの、見て、薄いの、嘘、違う、見て、あの、あ、こうだったな、うん、確かにとか。どういうこと違う、あの、すごい黄昏てるんだけど、どうした、うん、私記憶力がなくて、あ、だから、あ、ね、覚えてない、そうそうそう、なんだったっけなみたいな、もう一回見たいな、あの瞬間みたいなのがあるんだ。のが、はい、あります。 あったらそれを遠目から見て、あ、こんな感じだったな。具体的にどこに行きたいとかはあるの。具体的には小学校の4年生、あ、4年生、4年生に行きたいですね。すごいピンポイント、すごいピンポイントだった、はい、思ったよりピンポイントだった。で、何を見たいの。小学校4年生でほう、うん、私がうん、うん、あのちょっと喧嘩が弱くて、はいはい、口喧嘩とか全くできない、言いまかされるタイプだったので、はいはいはい、それを横目でこう見て、うんうん、あの、うん、見たら言い返しちゃうかな、うん、どうしよう。そうだよ、絶対言い返しちゃうよ今となってはできちゃうんじゃないの、言い返すの。そっか、確かに変えちゃうな、それはダメじゃん。てか、なんでそこダメじゃん。待って待って、なんでそこを見に行きたいのかも分かんないよ、私からすれば。ダメじゃん、今その変えちゃってるじゃん言いまかされるのがされてるのなんでみたいな。言いまかされるところを見るか、あの、すんごい楽しかった記憶でも、もう思い出せないような楽しかったような記憶、まあそうすると小学2年生です。小学2年生が一番何も考えてなくて、あの、楽しかったから、そこを見たい、見るだけでどんだけバカか、うん、見たいです。なるほど、そうそうそう、新しいな。そうそうそう、あ、そうなんだ。そっちですね。小2の楽しい記憶を見たい。楽しい記憶を見たい。そう、未来に行くと、うんうん、そう、見て変わっちゃうから、あ、っていう、そうか、ことです。二人はどうですか？トキタは、あ、未来に行きたいです。おお、っていうのも、なぜ？なんか、今から想像する未来の自分が本当にわからないから、とりあえず見ときたいみたいな。見たいんだよね。なんか、どんな感じになってるんだろうって。でもそれで未来が変わるとは思いませんか、うん、思わない。だって未来があるじゃん。未来がある、ある、はいはいはい、私は今何があるか分かんないじゃん、はい、このまま行けばこうなるんだっていうのが分かるじゃん、思いながら、うん、だからなんだろう、未来への不安がないのよ、うん、そう思わないように思えるかな、うんうん、でもそうなんですけど、それを見て安心するじゃないですか、はいはい、あ、こうなってんだって。安心するよ。すると見てない時の努力より、うん、見てしまった時の努力の差ができてしまうんじゃないかって思うんですよ、うん、そう見てると、あ、こうなるんだ、うんうん、私このままいけばこうなるんだって思って努力をしないかもしれないって思うんですよね、私は。すると結果未来の自分が変わるじゃないですか見た自分よりちょっと落ちた自分になってしまうとか、
ちょっと変わってしまう。あ、日本にいないかもしれない。いや、海外行ってたらよくない？海外行ってたらそれはそれでなんかすごくない？まあ、いいかも知らないですけど、変わってしまうということなんですよ。あれだよね、途中経過がないから、あの未来だけ見てしまったら、その、なんだろう、どうやって選択していったのかっていうのが分かんないから変わっちゃうかもってことだよね。そう、うん、なんか違う、違うような気は。あんまりしっくりきない。まおちゃんどうでしょう。私は断然過去ですね。あ、過去。そう、過去で。それはなぜ？なぜ？もう、まあ、未来も気になるけど、うん、私は結構後悔してることがもうたくさんあるので、まあ、こういったらちょっと闇深そうって思われちゃうけど。闇深そう。深そう。確かに深そう。もう後悔、もう それこそもう低学年からですよ。もうどんどんずっと私はあの道を間違えてると思って。そうか、だから、まあ、過去に戻ってもう完璧な、うん、まずあの、うん、天才になるとこからスタートして、記憶はそのままで、記憶はそのままで、うん、あの頭がまず私結構勉強苦手だったんですよ、うん、もう小学校の頃から、うん、だからそれをもうなくすためにもうテストで毎回100点取って、うん、中学校に上がっても100点取って、で、うん、とにかく天才って思われたい。とにかく天才って思われたい。最近私の好きな悪役令嬢の話してる。過去似てるんだ。なんか未来で死んじゃって過去に戻ってくるみたいな、はいはいはい、なんかね、最近私好きなんですけど。なんか似てるんだろう。なんかね、はいはい、そっか過去変えたいタイプか。変えたいです。まこさんは後悔とかないですか？後悔ないね。すげえ。多分あったらこうやって いないかな。あ、今があるのは過去のおかげみたいな。なんか結構のぺーっと過ごしてきたから。そうかな。そうだな。なんかあんまり ないな。まだ未来派ということで。全然未来見たい。うん、未来見たい。でもその、まあ、未来は見るだけでいいの分かるんですけど、過去を見たいだけなのが、うん、本当に。いや、未来に手を出しちゃいけない。新しすぎて、手を出しちゃい。そうか。未来ちょっと見たら変わっちゃうっていうのが、ちょっと怖くて、じゃあ過去に行こうって感じです、私は。うん、でもね、過去もね、うん、そのままでいたいタイプと。うん、ね、なんか変えたいタイプだからね。変えたいっすよ、もう。変えたいっすよ。意見は違う。私もあの調べたことありますもん、過去に戻る方法みたいな。ねね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 、なんか絶対ない、ね、絶対ないよ。ネットで調べて、え、夢でしかないって。その、あの一番変えたい瞬間はどこなの？いつだろうな。でも中学校かな、やっぱり。中学校からもうどんどん勉強がもうできなくなってそれはね、めちゃめちゃわかる。わかる、わかる、わかる。小学校の時すごい始まったから、うん、めっちゃわかるけど、本当赤点ばっかりみたいな感じだったから、うんうんうん、すごいわかるよ。赤点？え、まおちゃんが赤点？そうだよ。え、信じられない。言ったことなかったか。びっくりだね、赤点はびっくりだ、うんうん、赤点ばっかりしたね。もう変えたい、変えたい、秀才になりたいですね。次行って大丈夫ですかね、はい、もう一回行けるそうなので、はい、さあもう一丁行ってみましょう、はい、いやー、なんかプレッシャーだな。秀才もいいな。プレッシャーだな。まこさんの質問気になるな。あれ、これはまさか。あー、これは、あー、行きます。はい。年末年始どう過ごした？あ、これ、はい、ときたですね。おお、すごい。いやー、申し訳ないな、まおちゃんのが引けなかった。全然。いや、まこさん、あの出したいって言ってたから、うんうん、すごい話したい内容があるのかも。じゃあ一番話したかったのはお金の話なの。ああ、そうなんですね。お金の話。そうですね。はい、年末年始どう過ごした？どう過ごしました？過ごした。これ大丈夫ですかね。はい、まあ、まあ想像してるかもしれないんですけど、トキタは、はいはい、もちろんゲームやっておりました。おお、はい、やっぱり、うん、ガチャ、やっぱり、うん、そうですね、ガチャ回してました。私もガチャ引いてますね。めちゃめちゃ引いてます、うんうん、課金しました？課金はしてない。おお、けど、まあちょっとしたくなるなとぐらいだな、うん、おしてはいないけど、はいはい、ちょっと今安いから年末のセールで、そうなんですね、はいはいはい、そうなんだ、ちょっと考えてるけどちょっと、まだ手は出してない。そうそうそう、保留で
そうなんですね。そうだからそうだね。キャラクター出ました？あの欲しかったやつ、うんうんうん、さあでも今回は私が一番弾きたいのとかがなかったから、うん、あなるほど、死なずに済んだ、弾きながらえたっていうのを、あの同じこう作品を好きな友達とはい、はい、生き延びたねっていう会話したよかったあじゃあ普段は結構あの課金とかもしちゃうタイプですか？課金はいやそこまで頻繁にはしないかな。うん、うん、そうまあね安い時はねちょっとね、うん、課金しちゃう。そうね噛み合うと欲しいガチャある、うん、安い安い買っちゃうはあるけど、うん、それ以外は特にないから安心していただきたい。そうなんですね。そう私ぐーたらしてたから、うん、はいはい、なんか2人の方がな、ね、あのほらなんだ帰省とかもさ、うんうん、私東京生まれだから帰省も何もなくて、ね、家族とも過ごしてるから、うんうん、本当にどこに行くこともなかったので、うんうん、ちょっと、うんうん、あそうだな1個だけ、はいはい、あのおばあちゃん家の方に行ったんだけど、はい、親戚も集まって、はい、そこで過去一お酒を飲みました。本当に どのくらいですか？どのくらいだろう。なんかちっちゃめのコップではあるんだけど、全然数えてないな。 10杯以上。おお、ね、すっごいあの梅酒と、はいはい、すっごいなんか最近美味しいそのミオっていうスパークリングの日本酒があるの、日本酒の2種類をひたすら飲んでたんだけど、はいはい、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。そういいな。そうだから、うんうん過去一、うん、私こんな飲めるんだって思ったのがちょっとびっくりなったなっていう年末年始でした。お酒か。そういいな。そう私全然飲めないですね、うん、そう飲めないから、うんまあ、そういう日本酒とか、うん、いろんなお酒飲めるのが、うん、羨ましい。日本酒、日本酒の匂いするんだけど、はいはい、びっくりするぐらい日本酒の味しないから、はい、そうなんですか。ちょっとあの、なんだろう、日本酒、ザ日本酒っていうのが、はいはい、好きな人はちょっと違うかなって嫌いっていうかそんなに飲まないか、うん、あの飲みすぎちゃうなっていうタイプ、うん、どっちかだと思うんだけど、うんまあ、好き嫌いはもちろんね、うん、あるから、うん、そうですね。そう、うん、多分めっちゃ飲みました過去一まこさん、まこさんなんかお酒飲みすぎたらすごい顔赤くなりそうなイメージがあります。顔はね赤くなるよ。ただなんだろう、よー、うん、弱わ、なんか弱ない失敗はまだしたことないかな。理性はあるタイプ。そう、うん、た、うん、多分ね。多分そうだね。確かに確かに。はい。分かんないですもんね。自分では。そう、グータレ以外はお酒大丈夫かな。そのぐらいかな。いいですね、のんびりで。うん、そう、まおちゃんは？私もあの実家に奈良に帰って、うんうん、まあのんびりしてましたね、もう。のんびりして、うん、あ。親と妹と一緒にカラオケに行ったり、うん、おそういいね。そうなんです。あとは妹があの隅っこ暮らしが大好きで、うんうんうん、隅っこ暮らしの白クマが大好きなんですけど、うんうん、私も最近 YouTube とかであのキャラ弁キャラクターの、はい、そう弁当をすごい見てて、うんうん、作ってる動画とかを、うんうんね、めっちゃ作りたいなと思ってて、うん、すごいな。そう、うん、で妹がそのえ作ってほしいって言ってくれたから、うん、もうじゃあ作ろうと思って、うん、あの具材を買って、うん、自分で作ったんですけど、うん、すごいあの公式のツイッター、うん、3人のツイッターにも載せたんですけど、うんうん、もうあれ2時間ぐらいかかったんですよ。2時間すごいな。いやだからもう私はそう毎日作ってる人がすごいなって思いながら。いやそうですよね、うん、いや結構器用じゃないとキャラ弁って作れなくない、うん、そうですね。だって海苔とかで目、うん、作りますよね、うん、海苔もチーズとかちっちゃいハサミ買って切りました。ちっちゃすぎてピンセットとかでやってる人いるよね。そう、ピンセットで楽しちゃった。やりました、うん、すごい、うん、でもすごい。そうですね。でもおみくじが引けなかったんですよ、うん、あの、そう、あのちゃんと神社行ったんですけど初詣、うんうん、おみくじ並んでてすごい、うん、で結局引けなかったんで、うん、まこさん引いてたじゃないですか、うんうん、私引いた、ね、大吉、大吉だった。大吉出てる、すごい。それがちょっと心残りですね。あ、引きたかったなって、うん、まだ間に合う。そうだね、まだ引いてないから、まだ間に合うかもしれない。私は年末にちょっと風邪をひいてしまいまして、うん、そのまま帰っちゃったのでずっと寝てたんですよ。だからスキーとか北海道とか行きたかったんですけど、ずっと
寝てました。療養。そっか。今は治った？今はちょっと治りかけではあるんですけど、うん、もうだいぶ良くなりました。良かった。良かった。でもあんまりはっちゃけられなくて悲しかったです。満喫できないね。それは。お友達と会ったりは？はできてない？あった。あ、うん、距離を取りつつ、距離を取りつつあって映らないようにう、よかったね、会えたの。そう、久しぶりにみんなと会って、うんうんうん、すごい、ああやっぱなまってるなって思って嬉しかった。あまりにね、安心しちゃ う, そう。だから今年はのんびり過ごしました。家でずっとあのいいね、みかん食べて治そうとしてました。ビタミン C で、うん、はい、ね、うん、年末年始時田結構友達にも、はいはい、親戚にも会ったので、うん、この仕事のことを言ったんですよ、うん、はいはい、ラジオのことですか、はい、お、どうでした？みんな聞いてると思います、これ。そう、恥ずかしい、恥ずかしい。そう、多分ね、はいはい、いつか聞いてると思います。あ、親も親戚も、はいはい、リアル友達も、あ、聞いて、ありがたいんですけど、うんうん、恥ずかしい。あ、ありがたいんですけど、私も親に言いました、はいはい、これ見れるんだって YouTube で、はい、で初回の第1回の私たち の, あの、うん、コーナーを聞いてもらったんですけど、はい、あのもうとにかくまず、うん、まこさんの声が、うん、この人本当にいい声してるねって言ってて、うんうんうん、本当ですか？すごい、この先輩すごいいい声してるねって言ってて、うんうんうん、でそらちゃんも、うん、あのなんか本当に好きみたいな感じで、何、何、何、声が本当に言うことなかったみたいな。本当に好き。そらちゃんも声がいいって言ってました。うん、ありがとうございます。だから聞いてくれてると思います。言った？あ、私も言ったんですけど、うん、あんまり記憶力が良くなくて、私の自身がね、うん、どういうこと？私の、あ、違う違う違う、あの私自身ではなくて、あ、違うの？私の親御さんが、あの両親があんま記憶力が良くないので、あの忘れてると思います、聞くのを。忘れてるの？じゃあ、あの忘れた頃に、はい、LINE で送ってしまう。 LINE で、あ、そうだ、ね、言っておきます。そうだ、ね、はい、大丈夫だったら、はい、嬉しいですね。はい、ちょっとね、リスナーが増えたっていうお話です。はい、なんだ、なんだ、恥ずかしいけど、恥ずかしいな。はい、そんな感じですかね。はい、はい、まあ3回、まおちゃんのを弾きたかったけど、まあまたの機会にしましょう。そうですね、楽しみに。はい、はい、じゃあ今回のくじ引きガチャトークいかがだったでしょうか。うん、これからもみんなでいろんな話をしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、うん、今回はここでお別れです。このコーナーのお相手は時田真子と菊谷真央と渋谷さらでした。またねー。